お疲れ様スロットです。今日はこちらモンクロイジャイやっていきます。さあ久々にねこのチャンピオンの、文句を使う気がしますね。なんだかんだチャンピオンで言うと今はねこちらリトルプリンスが一強なので、まあ他にアチャクイとかはねなんかまあ大会では使われるかなぐらいですけど、まあ、結局ねもうリトプリ最強です。はい、なので、まあ、文句とかもあんま使われないんですけど、まあ、このロイジャイにはねちょっと合いますね。まあ、文句自体別に弱いカードではない、そのリトプリが強すぎるがゆえにあんま使われてないだけで、はい、全然ね、はい、マイルキャラかなと思います。モンクロイね。でなんか今期は、まあ、そのジャイ系も強いんですけどクロスも結構いるんですよ。まあこのサスケはジャイかな、ずっとジャイ使ってるプレイヤーですね。まあ、ねクロスもちょっと多いんでね、まあ、そのクロスをしばきたいがゆえのモンクロイです。はい、強い。まあ、ボイド使ったんでここのウィザードは最強になれると思います。からの泣きすぎだなお前、うるせえなさっきから。からのカウンターなんか来たりしても強い気がするんですけど、なんか微妙か。ウィザードがぬるっとしばかれそう。え入りそう。えでかい、ゴーストもウィザードも両方入ってるわ。泣きすぎだろお前さっきから。いや泣きすぎだろ。さあ、まあ、この相手のデッキは最近流行りのねジャイダクネレイジーですね。マジこればっかなんだよな。ヤナーメレイジーボイドの3スペースね。なんか引っ張られたくないよなって言って、これ延命できそう。いやでかっ、いや、でかいと思いきや微妙ではあったか。なんか気が散んな、これよくずっとこのスタンプ押しながら対戦できんな。お前やっとくか、じゃあじゃあやっとくか俺も。マジ何これあんまなくないこんなん。これちょっと熱くね。ウィザードさ、タワーにマジで入れ。でかすぎるこれ。なんかもうこの反射とかだけで勝てそう。ああそれ強いな。え、なんかさて防衛が良すぎたパターンあるかこれ。ちょっと待って、えなんか縛りプレイやってんのかこいつ。ずっとスタンプ押さなきゃいけない縛り。さあボコボコです。絶対これスタンプ押してるからだろこいつ。はい、というわけで、え俺ロイシェイ出したっけ。え俺ロイシェイ、いや出してないよな、やばくね。そんなことありますかと。そんなことある。このデッキでさロイジェイ出さずに勝てることあんの。ロイジェイ入れなかったか。さあ進化ウィズで、進化ウィズで文句で、文句ウィズで勝てちゃいますと。ボンバーね、まあ何でもあるかな。ジャイもあるしクロスもあるし、まあこういうラバもあるよと。まあ流れはね良くないよね。だいぶ攻めちゃいます。はい、もうウィザード飛んだ瞬間終わっちゃうんでね。はい、終わりました。あのねこのデッキはまあ見て分かる通りラバきついっすね。まあでも勝てないわけではなくて、きついってだけです。頑張れ頑張れ頑張れないですね。はい、まあまあまあ、いやこれはね仕方ない仕方ないね、こういうこともあります。何が来るんですか。強すぎんな、ウィザードじゃねえババ。終わった。
あー変なトイレして終わった。まあまだあるか。まあインドラね突破できないんで、てかまあ守れないか。リザードファイアボで頑張れればだけど、基本的にきつい気がするんで。おお、え、偉すぎるその警戒。基本的に攻めまくって、これ陸がないので、まあこれで1本は降りたかったりもするんですけど、しっかり守ってきますね。いや悪くないねこのダメージで。外のウィザードは絶対止まるんですけど、普通に真ん中ら辺からバルーン来たら終わります。ヤンナーメボイドで飛びます。このウィザードの範囲を利用していく。あ、終わった。ババあるんでね、なんか。守んねえといけないけど、攻めなきゃもいけない。いやもうさすがにババ来るか。インドラもあります。これインドラを突破するプラン。まあちょっと。マジのちょっとだけありそうだけど全然。うー、え？え？え？そんなバカな話ありますか。いやー現れか。なんか最初にウィザードを切んなければ可能性はあるみたいな感じではあるけど、まあ大工ウィザードだけなんでね、まあちょっと厳しい部分もあったか。まあせっかくならクロス引きたいですけどね。この人はスマスさんはコカツちゃんですね。はい、コカツ使い。最近コカツもね、やっぱダガーガール流行ってるんで、なんか弱いというかね、なってたんですけど、ここ最近なんかプリンセスの評価が爆上がりして、コカツでもマエリアンズプリンセスディガポイとかね、まあ、プリンセスの普通にゴブリンバレルとか、そう、プリンが強いからこそちょっとまたね時代が変わろうとはしている。うん、まあ許容でもいいか。うん、まあロケプラスのダガーでもしロイジャイ体力3分の1ぐらいになっちゃうんだね。それがきついか。ここで今解けなかったら強かったが、まあロケ打たれてた分か。でまた橋前プリンからっすね。結論左行きましょうか。次ね、右だとまたロケ打たれちゃうんでね。まあ気持ち程度の警戒はするが、結局来るか。うん、まあこれは無視っすね。進化テスラなのかな、それもまたちょっと気になる。進化テスラっぽい。さあ頑張れ頑張れ頑張れ、ハッスルハッスルっつって。マジプリンが強すぎる。プリンに勝てないよね。まあ結論いいっすね。これまた文句と進化やつで事故らせられればあります。あれも進化テスラのサイクルなのがちょっとだるい。うん、これね、え、それ解けんのやばいな。いやーゴブリンも強えなー、ちょっと。うん、うまいね防衛。
まあ左は今日できますね。ゴブリンか。復活ってなんだっけ、いつもギャングとか。いや反射できねえよな、さすがにそのタイミングは。まあもう一回テスラか。テスラが強えな、マジ。ワンチャルかこれ。え？ちょっと待って、全然見てなかった。なんでだ。文句が頑張ったか。アンストッパブルー。どうせジャイだろう。ワンチャンのクロスもあるが。おお、どうせジャイやん。いやー、まあ、ちょっとめんどいな。クロスの可能性あると思うんだけどな。え？来ました、クロスボウを借りたいがためにモンクロイジャイです。え？あー、これスキラフリーズや、めんどっち。スキラよりだいぶしょっぱいっす。ちなみに、なんだろ、ババ。いやー、これ1倍でダメージ稼がなきゃ終わるかもっすね。やべ、しかも位置がやべ、前と後ろ逆。おいね、まあ、うんー、まあちょっと惜しいけど、多分相手ババもあるんすよね。いや、ねえかな、これ終わるな。攻めなきゃ終わるんすけど、攻めてもカウンター来て終わるんすよ。相手はカウンターデッキなんで、自分から攻めたくないわけで。フリーズか。難しいね。まあ、文句削りやっとくか。暇だし。これインドラもなんか反射してさ、自分焦げりゃいいのんな。深海図ならここに出しときゃ強い説ある。まあ、ボーラーババ何でもあるが、フリーズからのババとかボーラーかな。うん、考え仕方ない、そうなる運命。いざと思ってる、頑張る、思ったより頑張んな、ウィザード。なんかしかし死んだことに変わりはない。ババがねえのでけえな。だいぶっちゃ。いや、ファイブこの世で一番微妙か。意外と悪くない。まあフリーズ防衛が強いんだよな。シンカーチャーもあるが、これちょっとうざそう。いや、まあまあまあ、いや、ウィザードがマジ頑張ってるわ。ウィズいなきゃ終わってる、とっくに。で、文句でボーラー巻いて出しにくいもんね。反射しろよ。おれ。やばい、なんかかわいそうな子いる。
いや、ボイドねえもん。いや、強いそれ、ウィザードマジ。ウィザードが強いからって言ってクララは勝てるとは限らないのか。惜しい、マジで惜しいやん。なんだそのデッキなんだそれ。さあ、ナイトアチャでクロスじゃねえんね。なるほどね。さあ、おパンツ来た。ん、うん、パンツっていいか。さあ、なんだろうな。おー、え、クロスあるよこれ。まあ、ロイジャイもあるか。まあ、ロイだったら、てか待ってきたらロイかもね。エレスピでさ、クロスとロイジャイ以外のデッキあるっけ。一応存在はしねえか。まあ、枯渇ぐらい。動くな。え、ロイやん。ロイミラーだ、そしたら。多分。いやー、正解なんだ。文句出して。文句出して。え、文句めっちゃいいな。自信たるで時間潰すのもあり。さすがにそうね、この流れでクロスはないですよね。のさ、ゴーストね。いや、ロイヤこれもなんか先に形組んだら強そう。まあよくあるのはファイオだけど、むしろ同じすぎるか。やばい、間に合わん。やべ、ゴリラカウンター来そう。うちのミスターだ、ハゲた。つやまあ、どんだけ止まってくれるかだな、これ逆サイの。まあまあまあ。まあ、痛いけどね。え、てか、一発も入ってねえの？どうなってんだ？いやー、まあ先に攻めたらちゃんとカウンター来て負けるよなーっていう状況っすよね。はい、ワンチャル。ぶっ飛ぶし、え、ワンチャンどころじゃねえ。え強すぎたな。でかい、その1回のクッション。えやばくね、どういうことどういうこと。いや、ロイジャイ強えな。こんな勝ち方できたら気持ちいいな。煽りって200種類あんねん。アンミカ信者来た。お、クロスよね。あ、まあドリルもあるね。え、ホグか。まあロッキー砲に対して文句強いかんな。え全然違った。まさかの豚ね。まあデリがあるかどうかが気になるところではあるな俺は。ロイヤルデリバリーがあるかな。まあ耐えて、え、てかロケ砲だったの、珍しい。リトプリじゃねえんだ。ワンチャン禁忌されてもいい。テスラね。
ゴーストの働き次第。いやこんなロケコもさ左に来ねえもん。まあ簡単に止まっちゃうか。これはほどほどでもいい。進化付けね。うん、いやいい流れな気はしてます。はい、そんな悪くはない。まあ文句がちょっとだるいな。文句ロケコがね。なんでどっか行っちゃった。いや文句マジ強えなこれ。いやロイジェ強い。でもさすがに来ないか。惜しい。ファイブで一生耐えてもちょっと強いな。テスラ、テスラか。ふふ、足前テスラしかせん。ウィザードマジ強いやん。ウィザード一発の火力マジ高いな。400。あもうだるすぎる。だるすぎる。それこれ文句まで言ってババ来たら終わるんでいけないっすよね。トリトンぐらいなら行っちゃってもいい。さあラバー、しかもメガモなんでワンチャンファイブとかじゃないパターンある。いやーこのいつ最強。もう範囲でバルーンとかしたいんでファイブで下げて。オッケー、でかい。この文句いけたらもっと熱かったけど。よしよしよし。まあラバーの後ろじゃなくて横にバルーン出されると、まあ、終わっちゃいはするんだよな。でも絶対クリア。あぶね、ちょっかいかけていくよ。ダーガーが寝てる間にね。さあババ使いました。やべ。このババがやべ。いやメガゴスケドラだから、いやインドラいなくて今ババもない。結構攻め時ではある。で文句の反射でメガゴって飛びます。ちなみにめのね。いや捨ててきたか、でかい。で俺これ守れればいいんで。いやなんならキング行くのもちょっと見えるけどな。いやマジ俺このキング判断さ褒めてほしい。マジ合ってると思う。行くしかないっちこれ。オッケー、やば、守れねえもんだって。
守れねえから行くしかねえっしょっていう神判断や。というわけでモンクロイですね。はい、ウィザードがね、まあ、強い、なんだかんだ強いのと、まあ、モンクでね、そのウィザードね、反射もできますんで、意外とやっていけるデッキじゃないかなと思います。ぜひね、皆さん使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。おっしゃーだね。